つの間にか家にあるけど使わずに放置されがちな。ノーリー、今日はこれを使って何を作っていくかというと。パスタです。いつもの。ということで、いらっしゃいませ。本日はご来店ありがとうございます。料理長のゆっくりさないです。味見役とか賑やかしのゆっくり霊夢よ。今回は海苔でパスタをサクッと作っていきましょう。海苔メインって合うの？好きな人は好きだし、苦手な人は苦手なんじゃないでしょうか。ハッシュタグ、無難に逃げるな。海苔って皆さんどう処理してるんでしょうか？意外と消費する場面が少ないわよね。実はそのまま食べる人が一番多かったりするんですかね。ちょっとありえそうよね。食べ過ぎには注意してくださいね。食べ過ぎると消化不良で腹痛の原因になります。何でも食べ過ぎは良くないってことよね。適度に食べましょうね。で、今回のポイントはわさびです。わさびの辛味が最高に美味しいパスタです。海苔じゃないの？海苔で動画かって考えてたら、海苔といえばわさびじゃないですか？え、なんで？軍艦的に。軍艦？それ死の話じゃない。炭水化物と海苔とわさびなんで実質お寿司ってことでいいんじゃないでしょうか。パスタって言ってんのよ。自分でサーモン入れてお寿司パスタとか言っておけばよかったですね。反省です。違う、そうじゃない。本当の理由はまあ後ほどお話ししましょうか。それでは材料紹介。パスタ、海苔、パルメザンチーズ、生クリーム、わさび。材料は結構少なめね。作り方も結構シンプルですよ。冒頭で時間使っちゃったので、早速作っていきましょう。まずは水を張って沸かしましょう。材料に水なかったけど、水はいいかなって思いまして。そういえばこのパスタってフライパン一つでできるんじゃない？そうですね、ワンパンでも作れますよ。ワンパンパスタってシリーズ化できるんじゃない？洗い物がほとんど出ないから、一定の需要はあるんじゃないかしら？そうですね、再生リストだけ作っておきましょうか。これから増えるかは謎ですが、しっかり作りなさいよ。見切り発車は良くないですよ。未だに下処理の動画も投稿してないんですから、さっさと編集しなさいよね。いや、あれサムネどうにもならなくて、頑張れ。もうちょっと心込めてもらっていいですか？そういえば海苔パスタなんですが、生クリームじゃなくて和風な感じにもできます。私としては海苔だと和風なイメージしかほとんどないんだけどね。霊夢さんですもん、仕方ないですよ。あれ、私今ディスられた？この海苔パスタはお店で見たようなのを食べたことがあるから作ってるんですよ。お店だといろんな組み合わせのパスタがあって、ネタの宝庫みたいなものよね。で、その店はわさびが使われてなかったんです。じゃあなんで今わさびを使ってるの？それは軍艦的に。しめたはもういいのよ。軍艦だけに。うっさいわね。実際はなんかもったりしてたなって記憶があったので、味を引き締めたいなと。わさびならいけるかなっていう軽い気持ちでいっぱい入れたらバッチリでした。お菓子の感覚はないのにね。お菓子は別物だからセーフです。お湯が沸いたので海苔を溶かしていきましょう。おすすめの海苔とかはあるの？わかんないです。すがすがしいわね。いい感じに溶けてきましたね。種類によっては溶けない気がするのよね。あるんじゃないですかね。少なくとも溶けにくいっていうのはあると思います。無数に種類があるので試しようがないですね。値段もいい値段するのよね。干してある系のものって高いんですよね。なんであんな高いのかしらね。ギュッとなってるんで高いんですよ。あーね、なるほどね。絶対今ちょろいって思ってるわよね。何のことでしょう。いい感じに溶けてきたら、水分を飛ばしちゃいます。水分飛ばすなら水は結構ざっくりした感じの分量でいいのね。そうですね、少なすぎなければ OK です。先ほどワンパンパスタの話が出たじゃないですか。出たけどそれがどうかしたの？今回というかほとんどの場合だと思うんですが、水分の量をおよそ 300ml にしてもらえれば、大抵のものはワンパンでできると思います。え、そんなもんなの？好みの硬さとか火加減とかその他もろもろで変わってきますが、足りなければ熱湯を足せばいいだけなので多すぎより少なめがおすすめですね。結構簡単にできるのね。問題です。ワンパンパスタのメリットは何でしょう。何を選ぶから棒に。洗い物が少なくて済むわね。正解です。他にはありますか？簡単ってことくらいしか。やっぱそんなもんよねみたいな顔しないで。そういうさないはどうなのよ。まず味がしっかりしますよね。言われてみればそうね。スープで煮込むみたいになるものね。他にも調理工程が少ないとか、食材を焦がす心配がないとかもありますね。逆にデメリットってあるの？当然ありますよ。単純に高いクオリティのものを作るのが難しいと思います。例外もあるとは思いますが、これワンパンでできるんだ、思ったよりいいねってなりがちなんですよね。それってあなたの感想ですよね。当たり前じゃないですか。何が言いたいかって、別々で作ったものを超えれないんですよね。超えたレシピもあるかもですが、煮込み料理に入れ込む以外で私は今のところ出会ったことがありません。さないの世界がそれだけ狭いのよ。霊夢さんよりは広いですけどね。だいぶいい感じに煮詰まってきたので、生クリームを投入していきましょう。そしたらわさびを入れて弱火で加熱しながら茹で上がりを待ちましょう。で、わさびは加熱すると辛味が飛ぶので、ツーンとさせたい人は最後にも入れましょう。今回は最後にも入れるのね。最後にも入れるし、パスタの上にも添えますよ。いい時すぎるんじゃないの？それがいいんじゃないですか。それでは茹で上がったのでソースとパスタを合わせましょう。今回は茹で時間を袋の表記-2分くらいにしてます。というか結構毎回短めにしてソースと合わせる時間をとってますね。味が一体化する感じがするわよね。絡みにくいソースだと余計にそう思いますね。少しカットしてパルメザンチーズを大量に入れちゃいましょう。さあ、やっと大量に入れれる時が来たのね。とろみが必要なので遠慮しすぎると美味しくないんですよね。それにしても大量に入れると主役が薄くならない？チーズ強心者の霊夢さんが言うのも違和感ありますが、うっさいわね。しっかりツーンとくるので全く問題ないです。心配ご無用。私は海苔の話をしてるのよ。まあまあ、おいチーズするのでおとなしくしててください。オッケー、わかったわ。いい感じの粘度になったら、味見をしつつわさびを追加して馴染ませたら完成になります。めちゃめちゃ海苔ね。当たり前ですよ、海苔パスタなんですから。それじゃいただきます。あー、結構来るわね。それなりの量入れましたからね。私は好きだけどかなり好み分かれそうね。ハッシュタグ、無難に逃げるね。言われると思ったわよ。でもあんまり馴染みのないパスタですから仕方ないですね。当然わさびは入れすぎに注意です。次回ですが、来週こそカミャニキとのコラボ動画です。そういえば抹茶やるの？うん。
どうでしょうね。編集間に合えばやるかもですね。それでは、本日のご来店ありがとうございました。よろしければ高評価やチャンネル登録、Twitter のフォローなどお願いします。リツイートやいいねも嬉しいわ。それでは次回の回転まで、ゆっくりしていってね。